こんばんは、ナイコですよ。行きますか。中タルコフ7日目。今日は、素材をただただ集めたい。もう嫌です。嫌です。アイテム全ロスですか。アイテム全ロスです。というわけでね、アイテム全ロスから始まる中タルコフですよ。ゼロ、ほんとゼロから始まるなんだけど。ゼロから始まる、なんだっけ、あれゼロから始まる、あれゼロから始まる、なんて言うんだっけ、ゼロから始まる、え、なんだっけ、忘れちゃった。リゼロから始まる、なんなんだろう。リゼロから始まる、なんなんだろうか、ちょっと待って、わかんない。ティコはないからな。ティコアで行けばよかったな。まあいいや。お家を拡張するための素材がむちゃむちゃないので、それを買いに行きたい、もらいに行きたいなと思っておりますよ。まあバックパックですよ。で、武器、オートライフルです。あ、もう。今日は本当ね、まったりやっていきたい。あんま。前回なんで死んだんだっけ最後。あー、宇宙船に潰されたんだ。ばっか。で、アタッチメント、とりあえず2倍照準器はなしにして、クイックドローと、クイックドローストックですかね。タクティカルグリップ、これがね、いるんです。これを買います。これでだいたい装備は OK かな。アンティコア持ってけないよ、怖くて。怖くて。シリンジ。こんなもんかな。オートライフル。一個間違えたんだよ、買うの。これで。OK ですね。本当は2倍サイズつけたいけどね。ちょっとね、初戦だから。初戦だからね。オブジェクティブが、珍しいデート、そうそう、タイタン鉱石。タイタン鉱石か。鉱石も欲しいし、とりあえず、上の方に行って、これね、こっから出発できるの知ってた？私は知らなかった。けど、で、出撃できるので、とりあえず、まあ、とりあえず、あ、とりあえず、あ、とりあえず、入れまして、ちょっと待ってね、これ。ウィックドローストック、ちょっと、ちょっと、あれ？戻る。これは？あれ？クイックドローストック。ついてないやん。あ、ついてるわ。クイックドローストックそんな持ってんの？あ、持ってんだ。B クイックドロー。ショットガンエクステ。ショットガンの練習も本当はしたいんだよ。これね。これ、ダメージいくつ？ 12。1個持ってってみるか、ショットガン。こっちが武器 1？ こっち武器 2？ だよね。ショットガン持ってってみるか。いや、どうだ？とりあえず1回オートライフルだけでいくか。あ、ちゃうわ。使います。とりあえずこれでいきましょう。ノーマルで。保険はかけましだと。いきましょう。ああ。2つ、メディキとシリンジ。オッケー、レッツゴー。まったり行こう、まったり。まったり。上の鉱山系のところ行くと、あれがあるらしいんですわな。アイテムが、欲しいアイテムがあるらしいので。それを目指していこうかなと思っ
ておりますよ。あ、いいっすね、滝スタート。いいのか。岩の池か。じゃあウォーターフォールラボから、あれもちょっと惜しいんだよね、石。石見てっか、石。これ掘ってたら後ろから撃たれたからさ、怖いだすよ、僕は。まったく撃つしかない、ね、撃てるじゃん、じゃあ撃てる、撃ってたやん、怖っ。やってたよ。怖くて出れなくない？怖いよね。怖すぎる。医療品も納めてきたいんだよね。こういうところ、じゃあ人いるから。
潜んでるやつもいるからね。怖いよ、ここは。どこだっけ？どっちの方向で聞こえた？人はいる。あ、ブロチナさん、こんばんは。ネムさんですか？私はまだまだ始めたてでドキドキしております。全然眠くないでございますわよ。一応仕事は一個済ましたからな。ちゃんですね。私はちょっと今元気です。あまりよろしくない言葉使ったけど、今元気ですよ。ここなんすよ、今日食事。ちょっとね、癒しボイス聞きながらご飯食べて気合い入れてきたんで。うん。ああ、そうなんです。ドロップつけました。30分見るとなんかもらえる。で、マックス4時間ぐらいだっけ？継続っていうか合計してみるとなんかもらえるはずです。全部 4個か5個ぐらいなんだよね。そう、今回すごいでもらえるみたいだからね。めっちゃもらえるみたいなんで、ぜひぜひにぜひにです。それさ、配信してる側ってもらえないんだもん。いる側ってさ、あんまもらえないんだ。うん、見ないとダメっすね。配信者もね、見ないとダメっぽいっす。なので私もね、見ないともらえないっすよ。こっちだった、侵略か。うん、理不尽でもないですよ。だって他の人の配信見ればいいんだし、そこは条件は一緒かな。うん。お待たせしました。お待たせしましたです。お待たせしました。ハイフローのお時間ですよ。今誰かいなかった。
あれ、お持ちいただいてなかったですか？人いたな、今。買ってないっす。まだ買ってないっすよ。買った方がいいかな。まだね、そこまでサイフロの心構えができてなかったかもしらん。マーシャルのスキン？そうです。まだ覚悟ができてなかったっす。フフフ、ラボの先か。とりあえず一回帰るか。まだね、エペもね、2シーズンぐらい買ってなかったからね。エペですら2シーズンかかったからな。マイクロそんなすぐ買っちゃっていいかな。エペが嫉妬しないかしら。本当かな？大丈夫かな？エペ怒んない？チナッシュ怒んないかしら。エペもね、そんなに課金したい。もそもそもゲームにそんな課金するっていうね、あれがないから。マジで？どっちを信用したらいいのかしら。してあげるよ、今なら。持ってなーい。あーち。帰れよー。帰れよー。だっていいアーマー着てるもんなー。あー、これ欲しかったのにな。有名人なの？有名人じゃないでしょ。あー。走って逃げた方が良かったかな。あー。一人は見逃してあげたのに。あげた。ブリいるのを知ってたけど、見逃してあげたのに別のやつにやられた。あ、で、光学レンズとね、医療品納品だけできたから、良きとしましょう。今日も、持ちますか。ショットガン？そう、ショットガンの練習したいなと思ったんですよ。ああ、また全ロス。悲しい。ああ、悲しい。ああ、悲しい。バイモニョ。ここで買えんの？あれ。これか。これ。いくら万円？これ？ああ、エペと同じ方式だ。だって、950円でしょ？これお金どうやってたまんだろう？たまんない？ 。でもね、しまって。お金がね、300円しかないの。950円高いの。このお金ってどうやってたまる？
オーラムジェネレーター家の、うん、赤ハーフさんをこんばんはです。なんかこの金色のお金が欲しいねない子ですよ。オーラムジェネレーターだっけ、あれこっちか、うん、課金しますか、うん、もらえますか。今日もらえる分さっき全部もらっちゃったんですけど、おい、これ全然くれないやん。1時間で 0.54 じゃん。今シーズン間に合うかな900。全然もらえないやん。うん。1回目だけ課金しなきゃダメか。これ今課金 しなきゃダメかな。後で課金でもいい？レベル上げて進めといてから課金でもいい。でもな、なんか。あれでしょ？あの。なんか条件がさ、きつくなかったっけ？結構、これ上げるのって。なんかデイリーミッションみたいなやつ。うん、あ、じゃあ先に買っといた方がいいやつなんだ。どうしよう。うん、うん、マジですか。なんか喋ってました。鹿とこいたから撃たれたってこと。ここで可愛い声で助けてくださいとか言っとけばよかったんじゃん。じゃあ、あー、それだ。出ないけど声、そんな声は出ないけどね。これちょっと待って、これ。うん。いや、でもね、そのオープン VC っていう最後の手段はね、覚えておきたかった。思い出したかったね。言えばよかったかもしれない。帰りたいだけなんですって言えば。クオーラム。優勝のやつか。まあでも好きんな。うん。うん。あ、そう、そのラジオチャットのやり方がわかんないんすよ。1380円なの？フォルトナパスってこれ。アルト長押しでホイール出て、あれか。撃つなとかそういうやつか。あれができるんだ。でも怖いなぁ。撃たれそう。うん。ハロー、ありがとう。オープン VC で会話してきた子たちもいるしなぁ。この世界わからんのよな、まだな。これは無料か。一回課金するか。一回課金しとく？でもこれさ、A マーク、うん、うん、うん、フレンドリー、うん、便利な機能だな。決まったセリフを言ってくれる。あ、そっか。そうするとこっちの声バレないからね。こっちの声バレずにいけるからね。フレンドリー、フレンドリーじゃないよ。そういうフレンドリーなんよ。あの、何？手が出るタイプの仲良し加減。とりあえず今日はね、多分ね、何もできないと思うんだよな。1日あたりの上限があり。これ何時切り替えなんだろう。とりあえず今日はいいや。あの、あれ、Steamでカード登録して聞けないから。買い物行きましょう。ちなみにカードを登録しに行かなきゃいけないから。あーもう、ショットガン持ってってみるか。あーもう、これあった。あー、医療キットもいっぱい持ってたのにな。あー、グレがあればな。アタッチメントも買ったんだよ。あれつけとけばよかったのか。クイックドローあったな。ニスコつけとけばよかったのか。あ、これがレッドドットサイトってやつか。
これだけでも違うよね、多分。結構一回つけてみよう。よし、あれ、あとなんだっけ、アーマー買って、はい、ヘルメット買って、はい、んでよき。あー悲しい。あれ、スタシの並び順が変わってる。これどうやって変わんの。なんか買った順になってる。いくだろう。うん。おー、なるほど。ありがとうございます。そういう情報全然知らなかった。ほんとだ。いつも。あ、ほんとだ。ここに書いてあった。リアリティ。アルファベット順。入ってみたい。あー、弾もやっぱないのか。ショットガンガも。ショットガン、あ、ヘビーか。え、違うな。ショットガンはショットガンアームで必要なのか。どうしよう。見てみる？じゃあ。うん。まだまだね。まだまだあれなんで、ね。まだまだ、いろいろバグがね。昨日のスタック誌からもうダメだよ。バグがあるんよ、このゲーム、まだ。ほんとへこんだもんね、スタック誌。ヘビアも、ショットガンアモか。これでいきますか。面白くないです。あれですっかり心折れたんだから。ほんとに。ほんとにです。OK かな。うん。あれね、後々でもクリップできるんですよ、実は。クリップ機能を使うとね、クリップできるんですけど、ちょっと自分で作るにはお恥ずかしくて、ね、お恥ずかしすぎる。すごい多分落ち込んでると思う。自分でもあのシーン見れてないもん。絶対ね、すごい、すごい感情の出方してるからね。とりあえず、これでいきましょうか。ショットガン練習したい。もうあいつ、ああ、お口が悪くなる、お口が悪くなるわ。ショットガンあるから、あれか、ショットガンあるから、物数減らしていいや。ショットガンあるから、ショットガン40マックスだっけ？あれ50だっけ？まあ40発撃つことってないよね。多分ね。よし、行こう。レッツゴー。今日は、ドロップスがあるからね、いろんな人がやってるよね。出ちゃうから、出ちゃうからね、出ちゃうからダメよ。出ちゃうのよ。いや、いかない、いけない、いけない。ポロッと出ちゃうから、素が。そう、みんなね、ドロップスやってるから、ここぞとばかりに配信する人も、見てくれる人いっぱいいるからね、今ね。そう、だから24時間配信しますっていうことがいたもん。頑張るなぁと思って。24時間気張ってたら疲れちゃうよと思いながら。わぁ、頑張るなぁ。頑張りますなぁ。頑張りますな。頑張りすぎでない？サイエンスキャンパス、またあっちか。あー、採掘現場の方行きたいんだけどな。とりあえずサイエンスキャンパス軽めに行ってみるか。うん。そうなんよね。今日木曜だからさ、明日金曜で仕事なんよ。しかも明日ね、早起きしなきゃいけないのよ。だからいつもみたいに3時頃まで遊んでるわけにはいかないのです。そう、まあね、ちょっと仕事だから寝る子になりますよ。
やべ、スチームキット全然持ってきてない。あ、そんなかった。暑いっすねー、これは。違うやつが来て、違うやつが来ちゃう。どっから撃ってきた。やばい、でも。丸見じゃん。やばいね。やばい。とりあえずショットガンの跳躍立ちました。あとね、メディキ持ってくるの忘れた。あ、よう。とりあえず牽制のために撃ったけど、帰ろう一回。ダメだ。とりあえず一回帰ろう。回復持ってくるの忘れたし、怖えし。私回収地点から帰る。あー、ラグーン行きたいけどな。もう怖いよー、マジ怖い。なんでみんなあんなお上手にできるんだろうね。そうです、とても物騒なゲームですよ。物騒ですよ。ナイス、ありがとうございます。バニホって言うんだ。あれがバニホって言うんだ。いやー、上から来た。うわー、しかもスクラッパーでだよ。あー、もうダメかもしらん。ほんと心折れる。与えたダメージ101も与えてんだね。結構入れてたのにね。あー、ダメかもしらん。ありがとうございます。心が折れそうです。あと部屋の温度が熱いです。あー、もうゲームが人気すぎてもさ、あれだよね。うん、もうだって今日一回も帰れてないよ。全然帰れてないよ。全然帰れてない。ショットガンはでも持ってこう。あ、ショットガンも高いなぁ。お金またなくなっちゃうよ。いい位置に降りたいよね、やっぱね。ドロップする位置、いい位置がいいなぁ。バッチメントは絶対いるわ。クイックドローと、
さっきストックあったから。タクティカルグリップ、いやでもやっぱサイトあればな、サイトあればワンチャン勝てたかもしんないよね、これ2倍照準器ね。いるか、1回買うか。これ持ってたら勝てたかもしれないもん。ここはもう30持ってきゃいいか。なんかそんな気がしてきた。ちょ、スタンダードストックだな。間違って買っちゃったから一回これつけていくか。こうだ。悲しいよ。ほら、今日だって人多いもん。なんか、人が多いです。いきます。合金と銅ライン。持ってきたい。アーモーって言葉しか出てこないよ。持ち物は、50の30。30でいいよね。一回帰ってきて自信取り戻そう。今日一回も脱出してなくない？一回脱出したっけ？脱出してないな。もう悲しい。頑張ってこう。もう戦闘強が多い。確かにでも上手い人って戦闘強だよね、基本。基本戦闘強だよね、なんかね。またサイエンスキャンパスの方だよ。これワンチャンサイクス現場の方行った方がいいかな。いやでもベースキャンプ通るな。とりあえず一回行ってみるか。サイエンスキャンパスマジ怖い。本当はねこっちの方行きたいんだよな。こっちの方行ってこの辺で漁りたいんだけどな。サイエンスキャンパスやっぱ怖いわ。広く見てこう。てんな。うん。ね、これワンチャン上まで行くか。すって。ここ通って。こっちかこっち。それでもいいかもしんないな。キャンパスはね、ミッション。仕事が多い気がするから、それでみんないるんだと思う。それを借りたい人たちもいるからね。初期のさ、ミッションが割と、ね、そこでクリーチャーを狩れとかだからさ。人降りなかった。怖いんですけど。めっちゃ怖いんですけど。何あれ。
強い銃じゃない？誰かいる。いるな人。どうしよう。いるでござるよ。遠いなぁ。やばい、これやっぱ心折れるわ。二人でやり合ってんの？二人でやり合ってるか、二人組かどっちかだよ。二人組可能性もある。それがこのゲーム怖いとこだ。んちゃん、そろそろでもさ、ソロ同士でもさ、このボイス繋いでさ、一緒にその場でやりませんかって言ったら、組めるもんね。無限にパーティー組めるもんね。考えたらめっちゃ怖い。やっべ、開いてるとこ来ちゃった。消灯したんだろうね。隕石一緒に取りませんかって。それはやばい。そして僕のこの状況もとてもやばい。聞こえてくやん、これ。怖いやん。やってるよ。遠いなぁ。ギガはいるね。
だるいけど歩いて移動にしよう。ね、でもナイフ持って走るのが早いとかっていう情報を見た。そっかーって思った。あ、そうだよ、ナイフの持ち方忘れちゃった。 V 押せば出るか。マウスボタンに設定したと思ったんだけどね。設定できてなかったでござるよ。いないよ。ここで回復しない方がいいんだよな。やってるのバレてるからな。そういうところよね。川とかでもいい。奥部ラップリンクとか通んなきゃいけないのか。うわ、やだな。長旅、何も手に入れられてない。どういたしまして。私は設定をオンにしただけなので実は何もしてないです。何もらえるのかな。なんかスキンがもらえるって言ってたよね。何がもらえるかね、気になるよね。うん、今日はバナーがもらえるんすか。おお、バナーってあの町に建てられるやつかな。町っていうかなんか赤いの建ててる人いるよね、よくね。うん、一番最後か。その前にでもちょっとちっちゃいのもらえるよね、なんかね。30分ごとになんかもらえるって書いてあったから。うん。ね。一番大きいのがバナーで、その前になんか、ちょいちょいって。あおー、長丁場だね。でも合計時間だからね、あの途中途中間開けてもね、合計何時間見れば OK みたいな感じだったから、連続して何時間だときついもんね、やっぱね。やべえ、全然違う方向向いてた。
スクラッパーもらえるんだ。やばい、全然違う方向来ちゃってる。見えなかったぜ。もうないの。外れすぎ。外れすぎた。向かおう。やりました、やりましたよ。やりましたよ。スクラッパーなんて持ってるから。スクラッパーじゃ勝てないから、この世界。そうです、でかいバッグは人からもらうためにあるのです。僕は自分では作りたくありません。ください。というわけで僕にください。お恵みください。入ってね、なんだろう、もらってきたけど何色だったかな。やべ、待ってね、入ってね、700のアーマーだった。700のアーマーって何なんだろう。700アーマー、あ、緑アーマーだ。すごいと、ナイス、緑ですね、ナイスですね、これはナイス。僕の緑アーマー、僕のものになったんでね、ありがたく着させてもらって。人の脱いだものすぐ着るのなんですけどね。やばい、近いところしか見てない。もっと広い視点で世界を見よう。
りの投与周りの状況を見る大事。欲しいものが全然手に入んないんだよな。なんかな、そうな音してんだけど、フレンチワンは5発か。この辺にありそうなんだけどな、売ってないかな。ないな。うん、モンスターもいないもん。普通に落ちてんのかい。この高さは死ぬな。帰るか。何も落ちてないんだよな。
上入りましょう。今こういう時が一番危ない。帰りましょう。これは帰ってもいいです。間違えた。これは帰ります。大丈夫じゃないかもしれん。弾なくなっちゃった。嵐で帰れんかもしらん。やばい、ライフルの弾なくなっちゃった。しかも開かないし。焦ってる。落ち着いて。え、上登んないとダメなやつか。多分そうだ。とりあえず一回脱出だ。お洋服持ってこれた。ありがとうございます。よかった。誰か近づいてる。わっ、よかった。緊張するね、やっぱり。
いやー、怖い怖い。F じゃない。はい。いやー、そっか、ライトだったのか。あまりませんなー。ちょっとお土産を持ってこれたからね。よかった。いやー、でもね、しかしね、メディキはないわ。ショットガンがもう。メディキはないわね。弾もちょっと危なかったしね。いやー、危なかった。最後が一番危なかったね。いや、でもショットガンは持っていくべきかもしんないね。行きましょう。本日のタスク。見事にね、シーズンのパス溜まるやつ、こなしていかなきゃいけないとすると、結構毎日やんないとね、ちびちびやっていかないといけないなっていう気はしますね。あー、これでお家できないかな。なんか拡張。お家拡張したいな。あれが拡張したいんだよな、スタッシュの量。スタッシュの量を拡張したいんです。これ合金なんだよね。あと一応銅線だし、銅ラインか。拡張したいんですけど、ないんすよ。足りないんすよ、これ。ダンプダスターと産業グレネードで見つかる。これがね、足りんのです。いっか。頑張るか。頑張っていきましょう。落ちてやろう。あ、バック安いのでいっか。怖いからな。ちょっとまだ自信が持てない。まだ自信が持てない。あれ、安いバック置いてきちゃった。 安いバッグ買ってこなきゃ。 安いバッグ置いてきちゃったよ。バック。安いバッグでいいや。とりあえずね。50違うんだっけ？高いバッグ。そうだよね。50違うと結構持ってけるもんな。まあ。とりあえず行きましょう。OK。 違うわ。これだ。コップを選択。で、銃と。OK。はあ、緊張する。もうとにかく緊張する。緑は残しておきます。いろいろ明日に残しておきますよ。怖いんでね。ね、自信もつけないと。でもここ2日で、3日か、3日でね、自信が全て吹っ飛んだ。謎のスタック死、先にやられる、もろもろのね。めっちゃ撃たれるやん。ああ、鉱山ですね。これは鉱山コースです。逆に進んでます。最初動画にあるよな。すごい怖い。前に一回人いるからさ、怖いよ。東回収地点か。東回収地点ならまだいいか。お帰りなさい。どうでしたか？
どうでしたか、出撃は。石も欲しいんだけどね。うん。さすがです。私もね、やっと1回初めての無事脱出ができたところですよ。やっと1回できたからね。地獄踏まれてさ、挟まれたら終わりだよ。されてるな。チームの回収した。収集を取って帰ろう。欲張らない、収まれ僕の欲張りす。怖いから。東回収地点か、怖いな。この石結構軽いんだな。ね、何回も出撃してね。え、そっち？ダメじゃないよ、クバリス。クバリス結構怖いよ。あとね、あんまりね、パック小さいの。パック小さいおじさんだからさ。ここにあるっていう話なんだけどな。
僕の欲しいものがないだすよ。これいっぱいあるんだけどな。ないなぁ。ほんとない。ほんとない。こいつも武器用意してるよね。なんかね。ほんと惜しいものが見つからないよ。帰りたいな。帰れそうじゃない。帰るんだよ僕は。帰るんだ。特に何も持ってないけど、ほとんど隠れるとこないんだな。エグいっす。本当エグすぎ。
タイムだから。ここでいいんだよね。潰されるってえぐいって。よし。ああ、ニッケルだけ。ニッケルしか持ってこなかった。でもなんかね、ニッケル必要だったんだよな。ありがとうございます。なんかでね、必要だったからよしとしましょう。なんかで必要だったはず。しかしないな、ドーバイヤーと合金が全然見つからない。それが悲しい。ないなぁ。みんな同じようなもの探してるから、あれかな、人気スポットになっちゃってるよね。サイエンスキャンパス怖いっす怖いっすよ。サイエンスキャンパスね、怖いんすよ。そうだよな。しかもね、あそこ何もないんだよな最近。なんかできるかな。足り、まだ足んないかな。木もいるのか。これか。ああ、これだ。あ、でもこっち先にやった方がいいから、どっちにもできないか。これもこれなんだよな。合金と銅ワイヤー。探しに行きましょう。どんどん行きましょう。頑張りましょう。つらいよー。あー、はあ、頑張ろう。サイエンスキャンパスか。ベースキャンパスは行けそうもないな。ベースキャンプ通ってアップリンクの先、また駐車場の方面か。すごいとこに出たな。来た。これ持って帰りたい。これ持って帰りたいけど、ベースキャンプは回りたくないもん。キャンプにも物資あるけどさ、空いているからな。多分合金を持って帰りたいです。
できればいっぱいね。遠くの方で銃が鳴ってる。ブリンクから行くか。このゲートは開いてない。行きましょう。楽しんでいこう。この状況を楽しんでいこう。ビデオと。データドライブ作るところか。違う。取れないの？これ見よがしに置いてあって取れないでやんの。力か。あれ？あそこの上どうやってんの？
も死のうと。さすがに死ぬ。あ、ダメだ。帰りて、もう帰る。もうお家帰る僕。いいね、いいですよ。この卵がいいですよ。あんなところにあるなんて。あー、卵きたー。卵きたでー。いいですなー、卵。ありがとうございます。卵よき。卵いいねー。たまにやっぱあるものだね。いやーよかった。卵、そしてこの合金。あともうちょっと必要なんだけど。あ、ガスグレ。いいっすな、いいっすな、いいっすな。仕事終わった。どこだっけこれ。何の仕事だっけ。卵何の仕事？緑か。緑。卵終わったー。終わったー。あー、終わったー、1個。プロスペクト。終わったよ。これ。OK。
ケー。やったぜ。レベルも上がったぜ。7。よがい。お。もう仕事ないの？やったの？何やってたっけ？方角ガラスを届ける。これやるか。Good. Now mark that as completed then. いいよ。サイエンスキャンパスでクリーチャーを狩れ。インタラクティブスクリーンが見つからないからな。もう行くついでになんかやるか。ね、行くついで。ついでにやろう。バックパック何も使ってないよね。あと何必要だっけな。この生物標本は欲しい。サイエンス、あれなんだっけ、ウォーターフォールラボにあるんだよね。で、この辺でしょ。珍しいデータドライブ。タイタン鉱石。これやめようかな。グレ入れてくんの大変だもんな。青の仕事変えてくるか。この仕事超大変。命かけてグレネード。あ、ダメだ。まだ解放されてないのか。うわぁ。珍しいデータドライブだ。データドライブ1個持っといて、珍しいって時に限ってね、違ったりするんだよね。データドライブしかも1個しかないし。やべ、どっかで拾ってこよう。とりあえず行くか。あ、でもね、ちょっとずつ材料が集まってきてはいる。いいよ、いいよ、行こう。気を落とさずに頑張っていきましょう。いや、気が落ちるところは別になかったんだけど。今回スモグレ持ってるからグレ投げるの忘れないようにね。いざという時にはグレを投げましょう。いや、今日やってる人の数多いんだろうな。最初の日とかはさ、そんな人に出会うことすらなかったもんね。今日こっち側に降りることが多い。気がする。しかもめっちゃね。ランプダスターに入ってないよな。なんかな。採掘現場から上か。倒壊したなんちゃらって見てみるか。なんかありそうだもん。誰？びっくりした。何やってん？おいて。ちょっと待って。今来んな、今来んな。なんで今人いたん？びっくりした。めっちゃびっくりしたんだけど。今人だよね、あれ。なんで近づいてきてん？無言で。どうしたん？今の人だったよね、撃ったけどさ。とりあえず撃ってみてものだよ。
人だったよね、あれ。人に見えたんだけど、人じゃなかったの。お、人や。お、人や。お、人や。ナイフの民だったの。ナイフの民だったっぽいね。え、しかも服も着ないで。そう。なんで来た？ワンチャンやれると思ったのか。うち銃構えてたんだぞ。なんで来たん？なんで来たん？うわっ！産業あるね、いっぱい。あ、これ。これは別にいらないわ。もう帰ってもいいかも。なんか一仕事終えた感がすごい。あら、帰るか。帰ろ。あー、エロ。一仕事終えたんで、帰りまーす。一仕事。うわ、びっくりしたー。ナイフの民だったんだろうなー。うん、おかえりー。キッドさんがいない間に大変なことが。ナイフを持った人に近づかれましたが、襲われはしませんでした。ありがとうございました。うん、いますよね、謎のナイフ持った方々。そういうこと？ナイフの人の話でなくてね。ナイフの持った怖い人がいるんですよっていう話でなくてね。本当ですか？ありがとうございます、心強い。じゃあこの私のこの妙な叫び声とかもずっと流れてる。やばい、それはやばい。うん。よかった。変な叫び声とかちょいちょい上げるから、うわーうわーとかってずっとしたが、さっきまで。危ない危ない。うん。
そうだね。ご自分のお体を大切にしませんとだから。あるな。あるけど敵もいな。あ、あった。帰ってもいいかも。誰かいそうだし。帰りたい。やだな、下やったもんな。上にグレ。え、ちょっと待って、これ上？ここでいいんだよね。これこっちじゃないの？どこに来た？え、どこだ？上か。え、今上？ジュワジュワしてる。あった、来た来た来た。なんかジュワジュワしてる、そこ。怖っ。なるほどね、ここに向かってとりあえずグレ投げる的なね。怖い怖い、それは怖い。こんなとこグレ飛んできたら泣いちゃうよ。泣いちゃう泣いちゃう。なんか止まっちゃった。大丈夫かな。あ、来た来た。うん。怖い怖い。みんな知ってるんだね、そういう技を。そういう技をご存知でらっしゃる。いやー、とりあえずね、ワンダム取ったんで。怖かったな、ナイフ。ナイフの民。ナイフでワンチャンやれるのかな？気づかれてなければ。うん。ご存知ないです。まだまだペーペーなもので。これで増やせるかな？スタッシュ。とりあえず一緒が持ってきちゃったけど。ヘビーの弾を持ってきちゃった。これでお家が広くなるんじゃないかな。私をまず広げたいよね。
バッシュ。バッシュどう？いける。あ、いける。30増える。これやりましょう。これ必要です。まだ導線足んない？あ、ドワイヤー足んない。うん。ゴーゴー。プリントレジン、標本コンテナ。あ、そっか、今構築中だから。これですか。これね、これ必要ないよ。これとこれ。あ、一個持ってるんだ、アルミスクラップ。上、ジャングル行くとあるんでしょ？それはご存知です。ジャングル行くとあるっていうのは知ってるんだ。ねえ、見た。ねえ、見た。見ちゃった。うん。通信タワーで？ああ、じゃあ通信タワー行けばいい。通信タワーもでも一応高レベルじゃなかったっけ。通信タワーの近く降りたら今度一回行ってみよう。うん。なんか、配信してる人見たらめちゃめちゃジャングル行きまくってた。すごいジャングル行ってた。そう。通信タワーか。じゃあ、あっちの沼地方面に降りたら行こう。あれも欲しいしね、珍しいデータドライブも欲しいですからな。珍しいデータドライブも一個。うん。じゃあいいかもしんない。近いもんね、一応ね。安全なところからは。ってことは、みんな行ってるんじゃないか。大丈夫か？人多いと泣いちゃうよ。うん、そうだね。あの辺から走ってきた人からちょっとね、ジャンプしてみてっつって。東部洞窟全然違うところ降りです。サイエンスラボかな。こういうさ、狭いところで落とすのやめて。あー違うね。あー一応行けなくはないな、通信タワーからここ。このコース行ってみるか。サイエンス行くとね、大変なことになる、これは。いや、これはこっちじゃないか。通信タワー行ってみるかね。うん。そう、ルートがね。真ん中通って、プリンからこの通信タワー目指してみますか。まあ、ものは試しです。行ってみましょう。もう本当は通信タワー行きたい。なるほど。川経由安全なんだ。了解です。ありがとうございます。川から行く。ヒトカッターキャンプがさ、割と安全じゃないっていう話あるよね。人多いんだもん。にしろいた感ある。降りちゃったな。抜けられるか。でも多分行けるはず。ここからでも逆方向に進んでるのはいささか。行けるわ、行けるわ。人いた。人いたな今。めっちゃ人いたな。こっ
ち見てたな、軽めに。軽めに見てたよね。どうするかな。軽めに見てたよ。やべ、石も掘りたいところですが、ですがよ。何このドンつき。ばっか。人まりじゃないか。軽めにいたわ人。なんかのミッションの場所じゃない？なんもねえですにゃ。開かないですにゃ。どうしよう。行き止まりだもん。ああ、行けるか。さっきそこから来たのか。迷っちゃった。川ってどこだ？川どこ？そのまま行けば川に出るか。うちの川じゃないの？海も人いるからな。
下は川か。了解です。で、川沿いに行こう。ブリンクね。怖いよね。うん。マジで。もう見れないよ。川に入っちゃったから。ちゃんとね、チェックしてからね、上とかね。行かないといけなかった。やっぱ日光いいですな。あ、水の中行っちゃった方がいいのかな、おじちより壁際にさ、あいついるんよ。あ、壁より歩けばね。あいついるんよな。あいついるから、しゃがみ歩きではなくていいか。このぐらいでいいか。いるんよな。走んなきゃね。走んなきゃこの距離はバレないはず。やべえ。ね。着くかな。あ、通信タワー着くね。5分であればね。怖いよ。やっぱ歩きじゃないとダメだよな。怖くてももう歩きよな。あれか、通信だ。あそこ、そこから入んのか。この家行くか、とりあえず一回せ。いつもの家に、いつもの僕の家に。僕の家ただいま。あるかな。いらないものをしてデータドライブかい。珍しいの欲しいんだけど。うん、なるほど。こっから出たことないからな。怖いな。記憶ね。了解です。一回集めて記憶。
ちか。嵐も来ちゃうからな。どっち方向だ？こっち側だよね、多分。そこはお帰り口か。うん。これの奥。あれか。あれか。え、遠くない？遠くない？まずハイパー隕石タイム今。合う。うん。右寄りがいい。こっち側から行くってこと。白いのいるな。こっちね。うん。さっきのところ。待って。ところってどこだ。そこそ、ここ、ここから降りて右寄り。やばい、今で大丈夫かな。そっから出れる。その窓から出ていい。あ、ここね。ここからね。ここから打って降りて、降りて。ジャングルやん、ここジャングルやん。うん、オッケー、ありがとうございます。で、そっから入ればいいか。そこだよね。うん、了解。そこそ、そして嵐をやり過ごしましょう。ダメだね、これは。やり過ごさないと。よし、オッケー。うん。怖くて見れないよ。止まれないよ。止まれない。止まれないよ。ね、ここにしましょう。ゆっくり漁ってきましょう。岩の構造わかんないのに暗くなっちゃった。やべ。なら雷からもね、守られるから。あった、市民ロッカー開いてますな。開いてる。持ってたみたいです。やべ、大丈夫だよね。この子もミディアムアーム。ここいらないもんって。あれ、違う、これで、これに、これ、うん。データドライブコモいらない？了解。データドライブコモ。これか？あれ？データドライブ。あ、これか。まあ、いらないか。でもね、データドライブコモ。ドライブコモンね、あ、そっか、買えるんだっけ。あ、間違えた。やべ、撃ちた。ドライブコモンいらないか。アトムでも結構持ってるんだよな。で、ないもん探しに行くか。うわ、怖っ。うん、本当ですか。あ、あった。
これポケットに入んないよな。これ開いてるんよ。もう誰か来てる。あ、トラック？マジですか。本当だ。難しいね。もう入んないか。スペースが足りません。なるほど。違う。すごいな、美味しいな。珍しいデッドドライブも手に入ったから、もう帰ってもいいかもしれないな。もう死なないよね。こんだけ機械があって無事なら死なないよね。うんうんね、珍しいデータドライブがあったんでめちゃめちゃ美味しい。これ帰るときどうしよう。ここぐるっと回って帰った方がいいかな。いや、こっち戻って安牌取った方がいいよね。そんなもんかな。だいたい全部当たった。うん栄養バーね、欲しかったんだけどないみたいだったから今日は残念賞。どっから来たんだっけ。こっちから。うん、どこどこ。ジャケットなんてあったっけ。あれ、ジャケットあったあった。ジャケット漁ってたみたいですしっかり撮ってました。よし、オッケー。だいぶ漁りましたね。帰りもさっきと同じルートで帰った方がいいよね、多分ね。うん、帰りましょう。さっきどっから来たんだ。こっちだよね、多分ここだよね。ここから来て、大丈夫。ここから来て、ここそこそ歩いて、怖いから全部、うん、右からこっちから。危険じゃない。うん、反対の右。え、ここじゃなくて。うん、アルミ、アルミ、あ、アルミがある。マジっすか。アルミ欲しいですな。うん、これマジっすか。あ、え、これ、え、どれだろう。これ、この前。うん、ここ、え、ここ、これ、これじゃないっしょ。バスバスだ。嘘、どこにおったの。全然見つからん。もっと戻ったところ。なんていうか、こっちか。これか、違うな。うん、なるほど。あざます。ね、ありました。ありがとうございます。うんこれは貴重よ。うん、委託ですね。帰りましょう。俺は無事に帰りたいね。ですで、よいしょ、無事に帰りたいね。うん、おー、必ずね。要チェックですね。あそこのコンテナの中ね、今回は回路基板とアルミだったけど。
から出れんのかな。こっちから出れる？あ、出れるな。うん。いえいえ、ありがとうございます。おかげでアルミが、貴重なアルミが手に入りましたよ。珍しいデートドライブも手に入ったし、ありがとうございます。うん。うん。今誰かいなかった？でも打ってないかな。うん。マジで。出ないか。待機。待機。二人いるんよな。二人でやり合ってくんないかな。いやでも帰んの怖いな、こうなってくるとね。バレなかった。すごい近く走ってったよ。全然まったりが。まだいるし。ああ、なるほどね。ここに降りちゃった人なんだ。早く帰ってください。帰んないよ、この子。どうしよう。早く帰って。後ろだった？前じゃなかった？前じゃなかった？もうちょっと待とっか。いけるかな？遠くにはなってるけど、音はだんだん。こっちの方角っぽいな。この辺の遠く。いや、二
二人いるな。一人は沼だな。うん、左に1とね、この辺のね、先に多分1なんだよね。追っかけてきたのはこの先にいると思う。うん。ね。行けよう。こっそり行けよう。もう家帰りたい。どこだ。そこか。そこなのか。潜れ。あった。投げるか。もう投げていいかな。あ、こっちなの？そうなの？全然違うとこ投げちゃった。危ない。いた、やっぱりいた。危ない。死ぬかと思った。こっちね、船に投げるね。違う方に投げちゃった。これはまた一つ勉強になりました。危ない、危なかった。あー、潜れ投げる一番違い。うん、よかったです。ありがとうございます。いやー、すごい注意深くなれた今最後ね。一人でやるとね、どうもあれだね、雑な動きになりがちね。みんなもっと気をつけてるんだなって。あー、危ない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 。お、珍しいデータドライブ揃ったんじゃない。あれ、またしまえなくなしまえなくなった。珍しいデータドライブの仕事ってなんだっけ。うんうん。やったー、仕事が一個終わったぞー。よいしょ。そっかー、難しいなー。危なかったなー。よしよし。Welcome back. 仕事が終わったぞ。よし。Yes. Enjoy your rewards and come back soon. まただよー。ベルが上がった。うん、そうですね、危なかったですね。死んでたかもしらん。戦機を保管せよ。戦受信アンテナ Z ドロップ。これはそこか。通信基地
チュアリアクターを届ける。ミニチュアリアクターどこにあるんだろう。ミニチュアリアクター見たことないな。なんだミニチュアリアクターって。まあ見つけたら考えよう。うん、あーちょっと待って、したらお家がまだ拡張されてないので物がないだよ、入れられないだよ。お肉売ろうかな。またあなんか減った。あそっか、あれ仕事完成したら取られるのか、あれもしかして今気づいたんだが、もしかしてそこと。とりあえずいらない衣装1個売ってくるかね。知らなかった、そういうことね。え、じゃあまた合金集めなきゃいけないじゃん。あらやだ、あー緊張感が半端ない。あれだ、緊張感がすごい。とりあえずこれいらないっしょ。お肉1個いらない、あと何いらないかな。これいらないぐらいか。これもいっぱいあるんだけどね、合成シート。あー珍しいデータドライブがなくなってしまった。あー、はい、ありがとうございました、おやすみなさいあーこのぐらいにしてエペやるか、ちょっとだけエペやるかなやばい疲れちゃった。うん、はい、今日は早めに寝ます。ありがとうございました本当にいろいろね手に入った無事に帰ってこれた、ありがとうございます。あー本当にある意味の姫プだからねありがとうございます、ある意味の姫プでしたやばい、怖い、怖いそのぐれのね投げ方大事だった。うん先生だから、先生だったからねあそう、私ね、あのこの前来てくれてた、うん殺されては悲しい一言、この前見に来てくれてた子がね、パソコン買って始めたらミープしてあげるんだって約束したから、ミープできるようにならないとな、ミープできるようになりたい。グレード、あ、終わる。うん、そう、お魚さん、お魚さん多分まだまだ先だけど、お魚さんね CS プレイヤーだからね、 PC 買ってこれ始めたらヒメップするんだ、お魚さんもヒメップするんだ。こっちですよお魚さん、ここ危ないですよそう、お魚さんをヒメップしたいよし、今日はスタッシュも広がったし、この辺にしておこう、嫌いになる前に嫌いになる前にねお魚さん、ああ見えてあんまりお魚好きじゃないっていうことがこの前初めて分かったからね。え、そうなのつってお魚さん、お魚好きじゃないの。ああ、この花必要になった、やべ売っちゃったよ。で、ジンガン、お魚か、お魚じゃない、次お花か、お魚って言っちゃった。王国化プレート、あー木もないな、いろいろまだ取ってこなきゃいけないものがいっぱいあるな。うん、はい、いってらっしゃい。今日もフォールアウトかなをやってるからね、さっきね私はもう見に行ってきましたようん、よし、よし、じゃあこの辺にしておこう。とりあえずいいね、良きです。うんバイニー
エア。やっぱ並び順が違うわ。リアリティ、アルファベット順、アイテムタイプ。アイテムタイプが一番見やすいかな。ね、リアリティごとに並ぶし。ああ、これ売ってもよかったな。これなんかついてるやつね。鉱物スキャナーなくても鉱物見つかるしな。ちょっとなくなっときたいなって気はしてるが。よし、とりあえず、それでは。今日のこれはこの辺にしておこう。エピしようか。ああ疲れちゃった。疲れちゃったよ。ああ、いろいろできたんでよしとしましょう。というわけでお疲れ様でございました。あとはエペのデイリーちょびっとやって、今日は早めに寝ます。ふう、いや、無事帰れてよかった。ほんとよかった。お疲れ様でした。